イテム番号 SCP-538JP、オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-538JP は財団所有の40のパスワードでロックされた、地下保管庫に収容されています。保管庫内部は球体型で中央の楕円型のプラスチックケースに SCP-538JP が収容されています。説明 SCP-538JP は、異常な性質を持つ、制作者不明の消しゴムです。SCP-538JP の特異性は、物理的、もしくは概念的に過度と認識されるものを持つ対象に、通常の消しゴムと同様に使用者が手に持ち、擦り合わせるように使用することで発揮されます。SCP-538JP を蒸気の物体に使用した場合、物体の持つ角は消失、もしくは、丸みを帯びた形に加工されることでなくなります。対象が複数の角を持っていた場合は、ランダムに効果の対象の数と規模が決定されることが実験によって判明しています。この際、使用者には何の影響も起こらないことが実験で判明しています。またいくら使用しても SCP-538JP の体積に変化は起こりません。SCP-538JP は200年に店内の物体に角がない駄菓子屋がある、という噂を聞きつけたエージェントによって発見されました。駄菓子屋と SCP-538JP の関係性を確かめるために店主に対してインタビューを行ったところ有益な情報が得られたため、記憶処理を施した後、カバーストーリー、店主の趣味、を地域一帯に流布し、解放しました。インタビュー記録 538JP、日付2000年、月、日。江ノ島博士、これからインタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。駄菓子屋店主。ああ、よろしく頼むよ。江ノ島博士それでは、まずはじめに、参加、この異常な性質を持つ消しゴムを入手した経緯を説明していただけますか？駄菓子屋店主もらったんだ。江ノ島博士もらった？一体誰に？駄菓子屋店主23年前からうちをひいきにしてくれている客からもらったんだよ。その男とは店で軽い殺談を続けるうちに、意気投合して、俺の妻が昔、高所の品出しの作業中に落下して、助かるはずの高さだったのに運悪く棚の角に頭をぶつけてしまって死んでしまったことを話したんだ。江ノ島博士それは、ご愁傷様です。駄菓子屋店主そして、俺はそのことを今でも後悔しているし、物の角なんて二度と見たくないんだと男に話したんだ。すると、男はそうだったのか、それなら力になれるかもしれない、と言うと次の日にあの消しゴムを俺にくれたんだ。それっきり男は現れなくなった。江ノ島博士あなたが望んだから、男が答えたというわけですか。駄菓子屋店主は、あとはあなた方の知る通りさ、俺は目に入るものの角を片っ端から消していった。それだけさ。江ノ島博士ありがとうございます。これでインタビューを終了します。実験記録 538JP、1、日付2000年、月、日。対象 A4 用紙にコピーした記号の四角。実施方法資格の記号に触れないよう、A4 用紙に SCP-538JP を使用し、その変化を観察する。結果資格の角が加工されて、円形となりました。分析をおよそ予想通り綺麗に角のみを削っていったな、注目すべきは資格には一切触れていなかったのに資格が加工された点だ。実験記録 538JP、に、日付2000年、月、日。対象 A4 用紙にコピーした漢字の、日。実施方法漢字の、日、に触れないよう、A4 用紙に SCP-538JP を使用し、その変化を観察する。結果 A4 用紙が楕円に変形し、漢字の、日、も直線の引かれた楕円に変形しました。分析実験記録 538JP、1の実験結果も鑑みた結果、対象が複数の角を持っていた場合、消失、加工される角の数はランダムに決定されるらしいな。実験記録 538JP、3、日付2000年、月、日。
対象ミニサボテン。実施方法ミニサボテンの棘に押し付ける形で SCP-538-JP を使用し、その変化を観察する。結果ミニサボテンの細胞液がすべて円形に変形し、形状を保てなくなったミニサボテンはゲル状に崩れました。分析棘を角として消失させるものかと思ったが、なるほどそっちも角と認識するのか。実験記録 538JP4、日付2000年、月、日。対象 D-63872。実施方法 D-63872 の方に押し付ける形で SCP-538JP を使用し、その変化を観察する。結果 D-63872 の本名が、核、から、に改変されました。この変化は戸籍から健康保険証に至るまで全ての情報に起こっています。分析 SCP-538-JP の能力が名前という情報にも及ぶことが分かったのは大きな収穫だろう。実験記録 538JP5、日付2000年、月、日。対象 D-63872。実施方法前回と同じ条件で D-63872 に対して SCP-538JP を使用し、その変化を観察する。結果実験後、職員への接し方や生活態度に大きな改善が見られました。分析どうやら SCP-538-JP の能力によって角の立たない、丸い性格に改変したらしい。SCP-538-JP の特性は性格という概念にすら影響する上、日本語に対する理解も感じられる。今後、他の言語に対する理解もあるかどうか実験してみるべきだろう。実験記録 538JP6、日付2000年、月、日。対象 D-63872。実施方法前回と同じ条件で D-63872 に3度 SCP-538JP を使用し、その変化を観察する。結果体内のカルシウム同士の接合部に変化が起こり、編集済み。分析人間が体内の角を失うとこうなるのか。これ以上人間を使った実験は不要だな。実験記録 538JP7、日付2000年、月、日。対象財団所有の廃病院の曲がり角。実施方法廃病院の曲がり角に対して SCP-538JP を使用し、その変化を観察する。結果重要な柱と建造物の外壁を除く、病院内部のすべての壁が消失しました。分析曲がり角を消失させるために、屋内すべてを1部屋にまとめるとはな。念のため、実験場所を移しておいて正解だった。ホイ SCP-538JP にはまだ隠された特性があるかもしれない。制作者と思われる、店主に接触した男の速やかな確保を最優先事項とする。インタビュー終了直前、駄菓子屋店主から SCP-538JP に関する、有益な証言を得られました。駄菓子屋店主は、ちょっと待ってもらってもいいか。江ノ島博士どうかしましたか。駄菓子屋店主そういえば、あの男に床や地面にだけは何があっても使うなって言われてたことを思い出してな。あんたらにも伝えておいた方がいいことだろ。江ノ島博士なるほど、そうか。ありがとうございます。以降の実験の参考にさせていただきます。